もう一個パーるんで、あ、終わりましたね。これで終わってタイムが4分55秒っていう感じで、まあ、強化運用なのでもちろん安定感がありますし、まあ、さらに火力もしっかり出していける構成となっていますので、ぜひ普段使い脳死とかで使いたい場合は、ぜひこの構成使ってみていただけると嬉しいです。こんにちは、サードラです。今回は第6弾アップデート、まあ最終アップデートですね、に対応した強化型の無属性貫通ライトボガンの装備構成をご紹介させていただこうかなと思います。 早速使用する武器からご紹介していくんですが、武器はこちらの減少ミルゼラの貫通ライトを使っていきます。で他に優秀な貫通ライトとして、えこちらのクーゲルと、えこちらのワイスワーバーチですね、が優秀な貫通ライトボガンとしてあるんですが、今回あえて減少ミルゼラの貫通ライトを利用している理由がありまして、まずワイスワーバーチに関しては、今回レベル2の貫通弾をメインで撃っていきます。で、これが、装填数が3発なんですよね。 でそれに対して、原象メルテナの貫通ライトは6発装填することができますので、単純に装填数が倍あります。 これは装填拡張を漏れば差は縮まるんですが、武器の性能としては倍の装填数の差がありますので、手数が増えるんですよ。なので、単純に1分間あたりの射撃数が増えるので、恐竜症の克服をやりやすかったりとか、粉塵まといを採用している場合は、粉塵まといが溜まりやすい。あとは、合身を採用する場合は、合身が溜まりやすいというメリットがありますので、そういった理由で、原初メリゼラのライトボガンを使っています。あとは、 単純にライトボウガンに関してはリロードしている時間が隙になってしまってその時間は反撃榴弾などが使えないんですよねでその隙を晒すタイミングっていうのが単純に半分になってくれるのでそういった理由で原初メルゼナのライトボウガンを選んでますでクーゲルに関しても装填数が5発レベル2貫通弾があるんですがこれも原初メルゼナの方が一発装填数が多くなるっていうのと原初メルゼナとクーゲルの差に関しては武器スロットですねが4スロット1個なのか444なのかっていう差と百 装飾品ででですすねががスロット空いていてるるので原初ミルゼナは特攻粒子をつけることができますそれに対して、クーゲルは武器の回連性でこういう組み合わせにすれば、特攻流をつけることができるんですが、その分攻撃のレベルを一つ下げる必要があって、そこを下げてしまうと、差はそこまでないんですが、粉人まといなどの火力にも影響が出てくるので、武器の回連性に頼らずに2スロット以上空いていて、特攻流子がつけれる減少メルゼナを採用してるっていう感じですね。武器の回連性は全て攻撃に振ることができますので、 武器のの性は攻撃のレベル4をつけてます続きましてスキル構成ご紹介していくんですがスキル構成は上から攻撃見切り高角ドン恵超回心渾身弾丸節約貫通弾貫通や強化装填速度反動軽減ブレー抑制速射強化体力回復アップあとはアイテム使用強化弾道強化回避距離アップ気絶耐性連撃強化氷属性強化いらないですねと技物もいらなくてさや転覆恐竜症チューンアップ あとは弱点特破属性もいらないスキルなんですが、合心粉塵魔という噴闘というスキル構成になってます。続きまして、各スキルの採用理由についてご紹介していくんですが、まず攻撃はいつも通りですね、今回無属性弾になりますので、攻撃力がそのまま弾の威力になります。なので、こちらをレベル7積んでベース火力を上げてまして、今回回心率が見切りで40%、渾身で30%、恐竜症で20%、粉闘で10%で100%調整としています。で他に会心率を漏れる スキルとして弱点特攻ですねはレベル3つけるだけで50%っていうかなりコスパよく回心率を盛ることができるスキルがあるんですが弱点特攻に回心率を頼っていない理由としては単純に今回貫通弾になりますので弾の特性上敵の体を貫通していきますで貫通していくと基本的には弾肉質45以下の部位に通ることが多いので弱点特攻が乗らないシーンがかなり多いんですよねっていうのも踏まえて弱点特攻に頼らずに貫通弾の場合は回心率を持ってます で、広角の恩恵はレベル3あれば大丈夫で、こちらもレベル3と体力回復量アップのレベル3ですね。あとはお団子の超回復力、もしくは活力剤を飲むことによって、この強化のデメリットであるスリップダメージを喫航させることができて、ダメージを受けない場合は回復などを気にすることなく立ち回りができるので、 この強化をサポートするために体力回復量アップと広角の恩恵のレベル3をセットで積んでるっていう感じですね。ここはなのでレベル4は必要ないです。で、超会心に関しては単純に今回会心率を80%以上で漏れたので。 レベル3超回心積んでまして渾身に関してはライトボガンと相性が悪いという風に思う方も多いと思うんですが渾身の特性上1秒間スタミナが減っている状態を維持しないとこの回心30%っていうのは剥がれないんですよねなのでライトボガンの場合は回避1回ではこの渾身が剥がれないので基本的には渾身をずっと維持することができるっていうのとさらに反撃榴弾で回避することもできますのでそういった理由で渾身に回心率を頼ってますで弾丸節約に関しては今回無属性貫通難になるので弾持ち っていう面では採用する必要がないんですが弾丸節約が発動することによってリロード数が低下します。リロード数が低下してくれると その分手数が増えて1分間の射撃数っていうのが増えますので単純に火力スキルとして弾丸節約を採用しているって感じですねで貫通弾強化は貫通弾であればいつも通りで装填速度に関してはこれとチューンアップを合わせないと装填速度が最速にできないのでこちらもレベル3積んでますで反動軽減は適正射撃法運用するためにレベル3積んでましてで続きましてブレ抑制ですねこちらは今回原初ミルゼナのライトボウガンはブレが2段階なのでレベルに積んでいればいいんですがレベル2まで積むのであればレベル3にすること によってて適正距離が伸びてくれるので、ここれがこちらの弾道強化のレベル1つ分と同等になりますで弾道強化はレベル1つ上げるために2スローを1つ消費しないといけないのでこちらのブレークセをレベル3にして弾道強化を補っているっていう感じですね。で、速射強化は今回速射対応しているので軽くスキルとして優先的に積んでまして、アイテム使用強化は今回お守りのおまけでついているのでこれはいらないですね。 で、弾道強化はレベル2積むことによって、ブレー抑制と合わせてレベル3相当になります。これは、弾道強化をレベル3、ブレー抑制をレベル1積んでもレベル4相当にはならないので、レベル2で止めていただければなと思います。で、これをつけることによって、適正距離が伸びてくれるので、今回の適正射撃運用っていうのが使いやすくなります。で、さらに、貫通弾は頭から通しても、 尻尾を通り抜ける時とか、まあ、体の最後の貫通のタイミングっていうのが適正範囲外の判定を受けてしまってダメージが1桁とかに下がってしまうことがあるんですがそういったのを補うために弾道強化をつけてるっていう感じですね回避距離アップは単純に快適性を上げるためにつけてまして気絶耐性は防具のおまけでついてはいるんですが一応強化で連続で被弾してしまった場合の気絶を抑えてくれるのでこちらも防具のスキルをそのまま使ってます で続きまして、連撃ですね。こちらは単純に火力スキルとしてレベル1つければいいんですが、4スローが余ったのでレベルについてますで。強化に関しては今回のメインスキルなのでレベル2まで上がってまして、氷属性強化はいらないですね。技物もいらなくて、彩や転覆は恐竜症とのセットですね。恐竜症を克服することによって、彩や転覆が発動して攻撃力プラス12の恩恵を受けることができます。なので 今回、装填数が多い武器なので、恐竜章の回転も早いんですよね。そういった点で、最下転覆もレベル1と恐竜ショーとセットで採用してます。恐竜章はいつも通りの火力スキルで、チューンアップですね。こちらが、今回、チューンアップと装填速度のレベル3。あとは、 こちらの防顔カスタマイズで何もつけないっていうこの3つですねをつけることによってこちらのレベル2貫通弾のリロードを最速にすることができます。なので装填速度を最速に持っていくためのチューンアップっていう感じですね。注意していただきたいのは防顔カスタマイズはつけないようにしていただければなと思います。弱点特攻属性もいらなくて合心はレベル1つけることによって貫通弾は合心ゲージがかなり溜まりやすいです。で、この合心のダメージカットっていう恩恵は強化の場合ほとんど意味がないんですが 強振が溜まると吹き飛ばしを無効化してくれますのでこっちの射撃を強引に通したい時に強身に頼りながら打ち切ったりとかそういった立ち回りができるんですよね。なので 一色に余裕があれば合心をつけるとかなり使いやすくなるかなと思います。粉塵まといは貫通弾と相性がいいスキルになりますので、こちらもレベル1積んでまして、奮闘に関しては、もともとは属性武器でかなり注目されているスキルなんですが、奮闘をレベル1つけることによって、強化運用であれば基本的に常時回心率をプラス10%してくれます。なので、これ一つで見切りレベル2相当の回心率を持ってくれるので、ここも回心率100%の調整のためにレベル1入っているっていう感じですね。 っていうのがスキル構成になりまして今回もお守りと回連星を使ってきてますので妥協ラインについてご紹介していくんですがまず降角の恩恵ですねこれはレベル3に下げていただいていいので回連星のコストで消えてしまった場合はそのまま使っていただいて大丈夫ですであとはアイテム使用強化もレベル0で大丈夫で気絶耐性もレベルに引かれてレベル1になっても大丈夫ですねで連撃もレベル1に下げていただいていいので4スロー余裕がなければ1つ下げると4スロー2スローに変えることができます で氷属性強化もいらなくて、技物もいらないですねで。弱点特攻属性もいらないスキルになるので外していただいて大丈夫で、合心に関しても逸ロに余裕がなければ外していただいて大丈夫ですで。それでも組むのが難しいという場合は、こちらのサイカ転覆ですね、これを外すことによってニスロが丸々開きますので、こちらを下げていただければなっていうのと、 それでも厳しい場合はこちらの見切りですねこれのレベルを1つ下げるごとに2スロもしくは4スロが空いていきますのでこの見切りまで調整していただければある程度連戦をしている方であれば組めるようにはなるかなと思うのであとはお手持ちのお守りと回連戦と相談しながら組んでいただければなと思います<成>続きまして装備構成なんですが装備構成は上から掲揚数、利爆者、開国バルク利爆者、開国バルクになってましてお守りは強化2のアイテム使用強化3のスロ331を使ってますでこののアイテム使用強化に関しててはいいいらないっていうのと スロットも空いていない場合は先ほどの妥協ラインからスキルを削っていただければ組むことができますのでお守り枠で補っていただきたいのは強化ですねをつけていただけるとかなり組みやすくなるかなと思います。 思いますで、もし強化のお守りがないよっていう方は、この腕の部位と足の部位を KO s スに変えていただければ強化をつけることはできますので、その場合は、お守りで、できれば即射強化のレベル3ですね、がついているお守りをつけてあげると、代用はできるかなと思います。続きまして、改連星なんですが、回連生は、まず、KO s スの頭は、渾身プラス一ロですね。まあ、スロプラス一ロ相当をつけていまして、ケイオスの頭は、こちらの弱点特攻属性を引きながら回すことができるので、今から回す場合は、 スススキル特化で回回ししてていいいいただいて弱点特属性を引きなながらすすととロロプラス1スロ相当は出しやすいかなと思いますでリバクシャの銅に関しては技物を引きながら恐竜症プラス2スロ空きなんですがこれは技物もしくは広角の恩恵でも大丈夫ですなのでこの2つで抽選しながらスキル特化で回していただくと出しやすいかなと思いますでリバクシャの腰も同様ですね3スロ空きをつけているんですがこちらも広角の恩恵を引くことができるので銅もしくは腰で広角の恩恵を引きながらスキル特化でやっていただくとスキル好きプラス2 ミスロ相当とか引けるかなと思うので今から回す方はスキルとかで回していただいた方が狙いやすいかなと思いますで開国バルクの腕は力の解放を引きながら粉塵まといプラス見切りをつけてまして難しい場合は粉塵まといをつけるだけとかプラススキルとかで回してスロアキとかをつけてあげてもいいかなと思いますで開国バルクの足に関しては気絶体操を引きながら貫通弾プラス1スロアーですねこれもスキルとかで回すことができるので 連成難易度としてはそこまで高くないかなと思います。っていうのが快連成ですね。続きまして装飾品なんですが装飾品は一覧をテロップで出しておきますのではめ方の例としてお見せしておきます。 で続きまして、お団子ですね。お団子は上から超回復力医療術短期催眠で食べていただきたくて、マルチで使う場合は、今回昼み軽減が入っていないので、一番下を踏ん張り術に変えていただくことによって100、100%発動でお団子で昼み軽減をつけることができます。で、この一番上の超回復力が発動しなかった場合は、ラージャンで死に戻りをしていただいて再抽選を受けるか、活力剤を飲むことでも補うことができます。続きまして、入れ替え技なんですが、今回は早替えの書青がメインになりますので、 青の方にステップ回避リロード適正射撃反撃榴弾鉄中止滑走で入れていただければなと思います最後に実践編としてエクストラなら300レベルのンレイヤーで使い方をご紹介していこうかなと思いますはいそしたら実践編ですね300レベルのンレイヤーやっていくんですが最初はこんな感じで早替えをしてあげれば早替えのシャ青の間は HP ゲージが赤色になりますで今 HP が減ってない と思うんですよ、ね、こう減ったり増えたりを繰り返して拮抗してると思うんですがこれが先ほどのスキル構成にするとできるって感じですねでこれで罠を置いて、えー、ガルクの鎖釜を誘発してスタートしますで今回もこの装備のリアルな強さを見ていただくために今撮影しているこれですねこの一発撮りしてるやつをそのまま使えますので、まあ、途中で噛んだりとかプレイミスはあるかもしれないんですがそこは温かい目で見ていただければなと思いますでこれでまた打っていって、まあ、あとは基本的に 喋ることはもう打つだけなんであんまりないんですけど、一応強化なので、一発もらっても全然大丈夫ですね。で、もし、被弾をしてしまって、この減リが、赤ゲージの減リが早くなってきてしまった場合は、早替えを一回赤に戻して、もう一回青にしてあげれば、それで、または、あの、こういう感じで拮抗するようになりますので、そういった使い方をしていただければなと思います。今ちょっと火傷でスリップが入っていますね。で、 あとは注目していただきたいのは合心ゲージのたまりやすさと、ふんじまとい今、830とか追撃出たんですけど、ふんじまというのまといの速さですねとかが貫通弾特有でめちゃくちゃたまりが速いので、まあ、そのあたりとかもシナジーが合ってるんで見ていただければなと。 思いますで、今回、ルーチカをライトボウガンで連れてきているので、あれですね、あの、気管鉄柱弾を刺してくれてますね。なんで、V 破壊が結構早くなるので、金利は特に頭を壊せば肉質が柔らかくなるんで、気管鉄柱弾使って頭を壊せるといいかなと思います。盟友のルーチカ結構頭に気管鉄柱弾集めてくれるので、まあ、ルーチカのライトも結構優秀ですね。なとはこのままひたすら撃っていって、であと注意していただきたいのが、今、レベル2貫通弾残り6発なんですけども、結構弾切れ。 するんですよね。まあ、射撃のタイミング結構早いので、まあ、弾切れしたらしっかり調合するっていうのは気をつけていただければなと思います。結構チャンスタイムにね、弾が切れちゃうってこと結構あると思うので、そこだけですね、注意しながら、いい感じにま、あ隙を見て調合するみたいな感じでやっていただければいいかなと思います。で、ま、あ強化なんでね、本当に、被弾しても全然、あの、大丈夫なので、 スリップダメージが早くなった時だけちょっと気をつけてあげるって感じで。で、回復薬に関しては、盟友を連れて行っていれば、もう盟友の回復が入るので、飲まなくてもいいっていうことがほとんどですし、まあ、もし危なそうな場合はちょっと飲んであげるといいかなと思います。特に後半は恐竜症の克服がちょっと遅くなるので、まあ、恐竜症のタイミングに合わせて、ちょっと早替えとかは意識してもいいかなって感じですね。今結構ダメージ食らって、今結構マックスに早いですね。火傷と 恐竜症と多分ダメージのスリップ入っているので、こういう時もでも盟友が回復してくれるので、まあ、かなり安定はするんですけど、これ決戦マップなんで、あの HP バー長いんですけど、通常マップの時は、ちょっと早めに早替い挟んであげてもいいとは思います。あと、このまま打っていって、でこれブレスあ当たりましたね。でこんな感じで、普通ライトボォーガンだったら、これでもう今2発受けた瞬間に1オ確定してるんですけど、だから今、多分、 2四つぐらいしててもおかしくない立ち回りしてるんですけど、それでも強化なんでこんな感じで早替えしちゃえば元通りって感じですね。で、今早替えの赤から青にしたんで、まあ、キックをしてますね。ダメージもらったんですけど、ヘリがまた元に戻って減らなくなってます。まあ、これを繰り返していくって感じなので、もうほぼほぼ無敵ですね。で、この HP が残り4割以下とかでちょっと危なそうだったら、回復薬とかを飲んでもらえば回復できますので、まあ、こんな感じであとは撃っていきます。 で、まあ、追撃800とか入ってくれて、あともうひたすら撃っていくだけなんで、本当に喋ることがもうあとないんですけど。来るかな。で、あとそのさっきのお団子ですね。超回復力発動しなかった場合、活力剤飲んでもらえばいいですし、あと普通に、あの、発動してる場合でも活力剤の効果も乗ってくれるので、そういう使い方でも安定感は上がると思います。でこれも頭壊れてるんで、頭もしっかり肉質が通りますね。このままあとは、ひたすら通して、多分そろそろブルコが、 出ると思うんですけど出ないかなだいたい4分から5分程度で遊んでる感じ出てるので、まあ、それぐらいであのクシャルダオラエクストラ8のクシャルダオラとかも5分台程度では枯れてるので危ないですねあこれ今合心で耐えましたねでこんな感じで合心はダメージカットの恩恵はあんまりないんですけど強化に関してはないんですけど、まあ、こういう吹き飛ばしをね無効化してくれるんで結構射撃をねそのまま通すことができるんでそれもかなりいいですね これも回避して、OK ですね。あ、で、ダウン取れたんで、このままじゃあ頭から通していきます。あ、で、ブルコ出ましたね。あとはもうこのまま射撃して、このダウン中には多分終わんないんで、もうちょっとですね。で、これ、ブレスはもう一発来るんで、あ、終わりましたね。でこれで終わってタイムが4分55秒っていう感じで、まあ、強化運用なので、もちろん安定感がありますし、 まあ、さらに火力もしっかり出していける構成となっていますので、ぜひ普段使い脳死とかで使いたい場合は、ぜひこの構成使ってみていただけると嬉しいですで。これからもサンブレイクの動画上げていきますので、よろしければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。バイバイ